後からは午前中に続きまして武将隊コラボトークです。では常永様お願いします。どうも、はい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 、温め盛り上げていただきまして、はいはいはい、今日寒い中本当にね、皆さんも守ってもらってありがとうございます、ね、いやいやそんなことございません。これ見てください、バッジもあら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 あいいかな。何じゃ何じゃ、ゆうこじゃないじゃん。何でございましょうか。ちょっとおこがましいかなと思って。ぜひ。拙者がデザインして、拙者がガチャンガチャンって手作りしたのがこのバッジだってことだ。そうなんですか。全て自分で手作りしたっていうのを言うと、ありがちょっとみんなにとってありがたいかなって感じてもらえるかななんていうことを、はい、気持ちがな、ずずして片付けのおござる、いや素晴らしい素晴らしい、持っております。せっかくこの色んな種類ありますもんね。そうですね、昨日と今日とでまた色味とデザインがちょっと若干違うということで、はい、こちら、あ、ごめんなさい、あらららら、ちょっと失礼しました。あ、そうあそうあそう、こちらです。はい、あ、秋は秋ですね。最後にございます、はい、オータムフェスタでございます。昨夜はあの催しとして花火が打ち上がるということで、まあ、夜 すごくあの老けたところまでやるということで青を基調とし、そして、はい、こたびは皆様方秋田の面々が参ってくださるということで秋に特化した催し、それこそコキアを皆様方にめでていただいたっていうところをこう表現してもらったっていうことで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやあのコキアコキアもそうなんですけど、あまりにもとすごいあっちの方まで見させてもらったんですけど、噴水の広場とか、疲れませんでしたか。疲れますよね。疲れる間もなくも楽しみながら歩いてる、あっという間に、あっという間に、素晴らしいあれだなって、あの子供たちが、ね、あの大勢遊んでいる広場とか、さようにございます。ですか、あの子のボロンボヨンボヨンボヨン、ワラスの広場って、もうあそこは本当に年中もう多くの家族連れで、もう小さいお子さんも本当に心から楽しんで、さっきもあのすれ違ったんでござるけども、小さいお子さん、もうコンパイ尽きてもってなってる状態で、拙者がエネルギーをな、いつもありがとうの言った時にはもう、はい、みたいな感じでくれて、あ、本当にあの全ての力をこの道の曇りの本公園で注ぎ込んで帰ったんじゃなと思って、いやもう本当に、はい、いや、ね、こんな公園ないですよ、他にピクニックができそうな、こうテントを張って、皆さんこうタープテントを張って楽しんでらっしゃる、最後にございます。だから吉地の能登九平様も、うん、あの一日で回りきれないっていう、回りきれない、うん、ところで歩きながらずっとこれは来なきゃいけないな、絶対来なきゃいけないなって言いながら歩いて、あとあのなんか北地区の方も行ってみたいですね。もう北地区というのはそれこそ皆様も中には知ってるかもしれませんが、うん、荒脇ロックフェスタ、うん、こちらの方に、うん、あの多くのアーティストの方々が集う場所、はいはいはい、そして、まあ、それがない場所というかない時は何をするのかなっていうところであれば、あのコテージだとか、うん、キャンプサイトだとか、そうね、コテージがなんだか、あとは素敵なコテージがいっぱいあって魅力的じゃなと思って、あの自然共生ということで、あの動物たちと戯れることができる、うん、えー、でヤギさんがいて絵付けもできるとか、いろんなことで楽しめるように、いろんな作が、さようにございます。やっと来てよかったです、今回これで終わらずな、うん、また2回3回とか、もう先生先生必ず呼んでください。もう味を占めたでござろう、怖いぞと、うん、怖いぞと、もう一回だけじゃなくて、もう何回も来たい、いいじゃないですか、何回も来ましょう、近いしね、思った以上に近かった、水曜日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 、もう来週、おしえさん、あ、丸出しなんだ、おしえ、早速か、これはちょっと早すぎる、これだから現地はダメなんだ、すぐだ、すぐで現地、すぐだ、人たちが、さあということで皆様方あのお手に取っていただいている、はい、アクションほらね、先ほどもちょっと、はい、楽しい、ね、お話しして、今一つ大切なことなんで、はい、そうじゃ、こちらのチラシをもうお持ちでない方がいると思うので、じゃあちょっと配りますか、配りながら取りまし、私が配ろうか、わかりました、私が配ろうか、皆様一度ですね、おさらいでございます、持ってます、11月5日日曜日、秋田ふるさと村にて武将隊フェスティバル横手菊花の陣というのを開催いたします、まああのコロナの影響
響で3年間お休みして4年ぶりの開催ということで、今回記念の第5回目でございます。はい、今回は、奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊さん、山形愛の武将隊さん、熊本城おもてなし武将隊さん、南部武将隊さん、そして宮城川崎慶長兼王使節団長谷倉常長隊様、そして我ら清原連隊の6隊によります、絢爛豪華な演舞をご覧いただきたいと思っております。この当日なんでございますが、横手では菊祭りというのを開催しております。先週一つ前の週から開催して、次は最後の週で我々の、共催事業としてこの菊花の陣を開催しますので、今回は、今までの4回と違って、今回は野外で行います。菊祭り会場でございますのでね、もう今の時期秋田県横手市はだいぶ寒くなってきて、下手すりゃ雪が降るんじゃないかというような、懸念もございますが、なんとかね菊の花とともに、盛り上げていきたいと思っておりまして、やっとこさ野外イベントに、勇気を出して名乗りを上げるということでございます。ただし、あまりにもひどい天気の場合は、ふるさと村の施設内で行う予定でございますので、必ず開催いたしますので、ぜひともですね、お越しいただきたいと思います。長谷倉さんももう全部5回全部ですね、していただいてますね。5回、まあ言うなればそのコロナで皆勤賞ですね。もう皆勤賞、会として、まあ陣として設けることができなかったっていう時も、この心意気志は絶対に絶やしてはならぬという拙者の思いがあって、で短期長谷掛けで、もうそのまま日頃から演舞をされているところに、まあ言ったら押しかけてしまって、そこで一緒に演舞展開させていただいたということで、なんかね、本当に可能であればというような形で、皆さん我々の、コロナ禍でのね、菊花の陣開催を断念するとですね、まあ、長谷倉さんもですし、伊達武将隊の正宗様でもですね、ひょいと現れて我々を元気づけてくれたりしてね、もうそれだけをこう糧に、それだけを勝てる。涙出てきた。涙出てきちゃった。武将隊同士のつながりというのは、なかなかこれは強い絆で結ばれておって、どこかでイベントがあるというと、呼ばれなくても、まあ、行きたいぞと。特に東北の武将隊は絆が深いでございます。深いでございます。深すぎるほど深いかもしれない。本当に東日本というかな、そうですな。西さんも含め、ドイツも含め。東も深い、熱い武将隊。まあ、なんか近い。かといえば、熊本さんかわいそうなんですけどもね。熊本さんも。小木さんはいい男ですから。そうですね。ぜひともですね、お越しいただきたいと思います。まあ、本当にさっきも言ったんですけど、11月5日なのでね、暑いはずがないです、皆さん。そうですな。暑いわけはないんですよ。だからね、必ず寒いので、暖かい格好。寒いですね。はい、はい、時に、今もうやっぱり日差しがなくなって、一気に冷え込んだ、今のこの状況と比べると、今の横での状態っていうのは、さらに、これよりも寒いですな。今日はすごい、3時ぐらいで暖かいな。3時ぐらいでこのぐらいの気温になる。日中でも、ここ何日かは日中でも一桁台の気温になったり、まあちょうどね、寒波が今かかってるところで、特に寒いんで、朝は間違いなく一桁の温度でございます。上着がないと。しっかり防寒した上で、火星群たまわりたい。日中暑ければ、脱げばいいだけでございます。まあ、あとね、お車と運転されないという方であれば、ふるさと村には酒が売ってありますけどね。それを飲めはね、暖かくなるかな。前後不覚になるまで飲めはなんとかなりますからね。今いい話しましたね。はい。酒か？違う。まあ、酒は当然、米どころでござるから、美味しいの間違いない。うん、ただ拙者が申したいことは、先ほど源氏軍の方からも話がありましたが、そのふるさと村っていうこの施設、秋田県いろんな美味しいもの、名産名物ありまするが、もうここに全て揃っておりまするから、言うなれば地元のグルメである横手焼きそばもさることながら、あちこちに実際はな、赴いてそれぞれの各地魅力を体感、しっかりその目で見ていただきたいっていうところはあるものの、なかなか皆様方お忙しいっていうところもあることだからこそ、このふるさと村にはぜひ来ていただいて、便利な活用いただいて、そうでありまして、まあふるさと村に来て秋田県内のものをまず見ていただいて、食べていただいて、あ、
あれ美味しい、よし本場に本場の場所に行ってみようって思うようなね、試し方というわけじゃないんですけども、そういうこともできますからね。ぜひね、秋田ふるさと村を先に目がけていただいて、あの秋田の魅力をですね知っていただければと思っております。はい、ありがとうございます。ぜひ秋田県横手市へ足を運んでいただきとうございます。はい、お待ちしております。では今皆様方の周りには、まあ、着々とこう電飾という明かりが灯っておりまするが、皆さんの後ろの方にももう人がつき始めます。はい、もう4時あたりから一つずつこうつき始めていって、でこれが完全点灯するのが5時ということになっております。全然気づきませんでしたね。あのラインの横の電飾が貼ってました、さっきまで。全然気がつかなかった。無色透明のものが実は張り巡らされておって、今係の方々が一生懸命光を灯しておるというところになっております。これは楽しみです。なので我々今こういうふうにあのステージ上に立っておりまするけども、5時になりました。舞台監督の土井殿から、もう5時ですよ、カウントダウンですよって言われることはまずありません。なのであの方々いっぱい喋ってもらって全然大丈夫なんですね、特にあの源氏くん黙りしてるので喋ってもらって喋ってるじゃん喋ってる、ね、ちょいちょいチョコエモンもそんなこと言わないな、チョコエモンの声チョコエモンの声はあんな声だったんだな。はい、ということで、あのもう少し今は白暮なので、もう少し日が落ちた段階、暗くなってきますと、今までこうなあの灯って見えなかったもの、それがどん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 目に見えて綺麗な景色となりますので、あのね、右手奥の方の木にライトが、下から当たって、下からのねライトが、あ今ついてるなって分かり始めましたね。いやー楽しみですね。紅葉になったところで、皆様をぜひこう連れて行きたいところっていうのが今回のそのテーマであるコキア。はいはいはい、はい、コキアスか。はい、先週まではまだ緑色になって全然色なんか変わってなかったところが、ここ 2,3 日でようやく一気に真っ赤になったというところ。ちょっと暑い時期でしたね。さようっていうところでも、はい、まあライトアップをしておりますので、ぜひ足を運んでもらいたい。でも暗くなったらさ、もう普段の自分たちが好きな花っていうのは見れないんだよねって当然、まあ皆様方先生も思うところね。っていうことで、じゃあ三つの森の観光園、今回秋田は秋の季節に来ましたよ。でも春とか夏とかどうなってんの、まあ気になるところでございましょう。っていうことで今回支度をしたのが、武将隊ブースにね、パンフレットなるものをしっかりあの準備をさせていただきました。そちらに今回お連れしたのがガーデンツーリズム花回廊といって、仙南西九町の各自治体のそれぞれの魅力を詰め込んだ花の草花の見どころをしっかりと明記したあのものを、あの白い今ちょうどあの明かりが持って走って、はいはいはい、転ぶだよ、白いあの転ぶだよな、上着を着たもの、はい、いつまで子供だと思ってるの、はい、はい、こういうことでこな、はい、片付けのござる、こういうパンフレットをな、あの大変美しいパンフレットにございます。はい、どこに行ったらどういうものがあるか、あこういうのあったんだ、前々から興味があったんだ、花花、ね、あ行ってみたいなんていうことになります、行ってみたい、はい、絶対なります、はい、来週だな、はい、ということで綺麗になっておる、まあ、今から暗くなるのでこう絶対見えませんから、うん、そうじゃな、ということで必ずあそこに行って、持って帰ってください。持って帰ってよ、なるほど、持って帰ってお目通しいただきたいなと思います、あそこにただでたくさんありますからね。そうです。それで我々の仙南では特に有名なのが一目千本桜と呼ばれる大河原町と柴田町にまたがる桜の木、これのもう言うなれば春の季節を歌っておるチラシまでしっかり整っておりますゆえ、ぜひぜひあの白い上着を着てる方によこせと言って、このチラシをもらって帰ってください。くださいと申し上げた。くださいと申し上げた。心の中ではよこせと言っても、はい、口では口ではくださいという。吉江様があのさっきから拙者の、あの手元のあったチラシちょっと気になるなって今見てもらったところでございます。あうまそうだな、はい。10月の29日日曜日、この国営道の森の湖畔公園の後ろ手になります、ボートピア川崎というところの施設がございまして、そちらの方で秋の収穫祭という催しが展開される予定となっております。1尾100円で1000匹のサンマを、まあ、皆様方に提供するなんていうこと、まあ、中にもいろいろな、まあ、情報入っておりますので、それは拙者が白い袋、計算的には
巻いてくれ笑顔でね、はい、優しく、はい、ということで、はい、あのとにかく武将隊のブースに行ってもう全部もらってってください。はい、はい、そうすれば必ずや皆さんが今回ここに来たことをもう決して後悔なく次は絶対笑顔になるっていう機会が準備されております、はい、それはもう保証されておりますので、ぜひぜひ皆様方で楽しんで帰っていただきたければと、もう帰っていただきたいなというふうに思っております。はい、いいです。気になりますか？ホルモン、ホルモン元気、はい、ということで、はい、あのなんか、ま、巻きが入ってしまっておりますので、はい、まあ、これにて我々はステージをおりますが、その前に写真を撮って、写真を撮影して、はい、おります。さあみんな上に上がり、はい、ホルモンとね、はい、しゃがむよ。蛍光灯の光をこうちょっと浴びるたび、生地の後ろの方が、あのよく映ります。これ一旦置きます。じゃあチラシちょっと預かって、はい、もしこの花回路を持っておこうの、じゃあ菊花の陣は持ちましょうか。菊花、はいはい、の陣は持ちましょう。あ、花回路は次の催しのあれも、サンマもいいの、サンマも持たないの？いや、とりあえずこれ次回につなげるもの。ありがとうございます。はい、じゃあ、キッカちょうだい。はい、これにこうやって。全員キッカの陣持ってれば。キッカください。私はなかなか絵に。私持ってもですね、見えないんですよ。何色でしたっけ？何色でしたっけ？同系色なんでね。大化しちゃう。そうですね、ビールの色しますね。はい。ここら辺か？じゃあ最初これだけで、まずこのチラシを持ったところで、うん、あのキッカの陣で撮ってもらったものは、ハッシュタグでキッカの陣つけて、あのバンバン発信してください。お願いします。では参ります。せーの、キッカの陣。まず中央に参る、はい、キッカの陣、キッカの陣。ありがとうございます。撮り終えたら携帯電話をスーッと下げていただくと大変助かります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では向かって左側、こちらのお客さん参ります。はい、せーの、キッカの陣。ありがとうございます。なんか今日は菊花の陣のような気がなってきた。菊花の陣開催中みたいな、うん、準備の段階から、前夜さんみたいな、準備の段階から、うん、11月5日にございまするからな。はい、では向かって右側参ります。はい、すはい、じゃあせーの、菊花の陣。カミングスーンですからね、まだですよ。11月5日でございますよ。大丈夫でございますかな。はい、よろしくございますか。はい、ではチラシを一回置きまして、はい、置きまして、はい、もらいますよ。はい、でそれぞれのかっこいい出立ちで、はい、もらいますよ。あ、ありがとうございます。はい、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 あかり、これはこちらに。はい、では改めて我々の出陣をしたっていうところでの記念撮影と参りましょう。はい、では横手の皆様方の掛け声、いつものあれを参りましょうな、はい、三方向。それでは横手に来て、うん、まずはじゃあこちらのお客様に行きます。じゃあ右側で、左、はい、右、中央と参ります、ね、はい、左から参ります、はい、まずは横手に来たらこの食べ物を食べていただきたいと思っています、はい、それでは参ります。せーの、横手焼きそば。ソース味。そうだね、そうだね、だいたい、だいたいソース味。ソースだろ、ソース、大体ソースは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしいかな。ああ、それではこちらのお客様。はい、こちらに参る。いやでございます。お次は三郷町の美味しい飲み物にございまする。それでは参りまする。せーの、ニテコサイダー。本当に美味しい。炭酸抜きで。ニテコサイダー。菊花の陣でもぜひね。あ、そうです。ぜひお求めいただきたい。ぜひお求めいただきたい。ニテコサイダーがございまする。いっぱいありますよ。はい、今はまだもうちょっとしたら、もうちょっとしたら発表出しますが、はい、なんだろう、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそうめんで参ります。とかないの、ああ、しかぶどう味か、牛タンサイダー、じゃあ最後は紫だはい、では川崎に来たんですから、はい、川崎に参りましょう。川崎常長隊じゃダメなの、な、我ら長谷倉常長隊ではない、いいですね、我らは長谷倉常長隊であるよ。では、うん、それで参りましょう、うん、そのまま言います、うん、はい、では我ら長谷倉常長隊、え、キューフラくれてるんですけど、入隊長谷倉常長隊横手支部であり、清原グレン隊川崎支部でもあり、入隊、どっちが準隊員で正隊員なのかもわからない、わけがわからなくなる。ありがとうございます。明らかなはず、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、では、うん、もう時間も
ゼロということで、我々ここからあと第1ね、まず舞台を降りろとマイナスじゃないですいうことになりますね。悲しい顔し始めたからな。はい、舞台はまだまだ続きます。はい、はい、これからまなあの寒さがまた一層冷え込んできますから、暖かい格好をしてこれから先の演目にあのお楽しみいただければと思います。はい、それではこれにて退陣いたす。さらばじゃ。さらばじゃ。武将隊トークでございました。大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。清原愚連隊の皆様、そして宮城川崎慶長剣王使節団長谷倉常長隊でございました。